皆さんこんばんはジョネトダムスウィークエンド今週も人類滅亡<ー>はいということで始まったんですが、はい、なんと昨日カルロス・ゴーンさんがまた保釈されたみたいですね、はい、またですかまた,ですまたお金を払っちゃった、ね、またお金払ったんでしょうねいくら払ったか分かりませんけれども多分新聞報道出てるんで見てくださいあんま興味なかったんで調べてなかったんですけど、はいまあ、完全にマネロンでいったと思ったんですけどねでももう証拠隠滅できないの できないんですかね、はい、まあ多分送金記録とかは消そうと思っても消せないので、はい、おそらくアメリカの捜査当局から出て,出てるのかな、はい、出てるのかお前、これは何だ?」って言われて、うん、ぐぬぬみたいに。はい なりますよねこう言ってこう言ってこう言ってほら全部最後お前のこのね息子の会社に集まってんだろ何これとか言ってグヌヌみたいなケイさん私がやりましたとか言っちゃったかもしれないですねそうです分かんないですねこれね自白偏重ですからね日本語言うしかないんですもんねもういやあれもいろいろ問題なんですけどね閉じ込めてでんかもう無理やり言わすんですよ言って「えって行って」って言って裁判所で「いや俺これ違うんです」ともう閉じ込められて脅されたんですか。じゃあもうお前一回言っちゃったよね「アウトみたいな感じでもう9 9九点 もうそれで有罪になっちゃうのであれあいややんないんですけどやんないですけどまあそれに近いようなことは特捜研事対公認会計士みたいなそういうタイトルの本があって細野さんって人がね書いててやっぱそういう特別背任とかそういうのの捜査の時に結構無茶なこと最初任意の調査の時やられて持病があって薬飲まなきゃいけないんだけどそんなもん飲まなるかないだろドンとか言って言っといて最後に「あんたそういうこと言いましたよね」とか「私は言ってません」みたいなそういうやり取りが書いてあって怖いって。 怖いですね。録音もできないですしね。そうでそういうのがあるから日米地位協定改定できないんですよ。あのほら人権守れないでしょ。はもうちょっとねスーツ見た方がいいねスーツ。あのスーツですね。シーズンスーツまで全部ねもう私アメリカの司法制度超詳しいですから。ちょっと私も見てみました。スーツ全部見ました。はい。 次見ますあもうぜひ見ていただいてねはい、はい、ということでまあいろいろ今週もあったんですけど、はい、まあ多分みんなのね、はい、みんなのまああんま関心ないかもしれないんですけど、はい、まあこれかなマイナス0.3%言わんこっちゃないということでね、はい、言わんこっちゃないですね,ね言わんこっちゃなかったですね、はい、これ何かというとまあ韓国の GDP が25日に、ねまあ、発表した GDP なんですけど、はい、2019年1月から、えー、3月期ね、はい、1> 1 3月期の国内総生産の物価、ねえー、変動を除いた実質,、ねはい、質 GDP がなんとですねマイナス成長。マイナスですよということで前期比ですけどね前期比マイナス0.3%減ということで、はいえー、マイナス成長がなったのはですね17年、えー、10から11月期、えー、5年、えー、四半期ぶりですね。 ずいぶん、ね、長いことはあれですけどかなりちょっと調子が悪いと。はいはい、でサムスンがね、えー、と営業利益が確か、まあえー、7割減。はい であのもうほとんど営業利益飛んじゃったと7割はどうしてしまったんですか、ね、あの半導体不況ですよね、はい、半導体の値段がねやっぱ相当下がってて半値とかまあ言われてますけど、はい、でそれでもうサムスンってほら半導体で食ってる会社ですから、はい、そのね時を同じくしてほらあの折りたたみスマホが結果見つかって販売できになったりとかも画面が割れてしまうという踏んだり蹴ったりということでまあサムスンがだめになるとそれに関連したもう裾野産業も全滅なんで、はいまあ、韓国経済に今暗雲が。 めているとそんな中でね韓国はほら外資から結構資金を得てそれで回ってるでしょなので外資向けのいろんな金利の支払いとか配当金の支払いとかっていうのは止められないんですよだから結構そういう意味では外国に苦しんだけど外国に対する支払いはやめられない払わなくてはいけないで外国の元本も流出したらやばいので金利も下げられない。 でそんな中半導体の単価がどん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 落ちていってムン・ジェインは,い、はそんなもうサムスンとか、ね、LG とか内部留保大変あるんだから、はい、そんなもん吐き出したらいいんだとあれどっかで聞いたことあるな日本でもそんなこと言ってるやついるな<あら> <laughs>、ねね、内部留保吐き出せ、はい、吐き出せ言って、まあ、ここにです、ねはい、経営幹部まで送り込むわけですよ前にこの番組で言ったかもしれませんけど、はい、鈴木貴文さんから、ね、教えてもらったんですけどあの韓国の年金機構みたいなところが、はい、割とこうと、ね、大株主になっててで前科者は上場企業の経営者やってはいけないというね。はい 韓国の上場企業経営者みんな前科者ですからね、別にディズニーじゃないですよ、ディズニーじゃなくて、これはでも、あれですよ、ナッツリターンとかね、そういうことをやりまくってとかじゃなくて、じゃなくて、韓国って国は大統領選挙でどっちかの候補を応援すると、負けた方が干されるわけですよ、干されるときに、財閥系の企業の経営者って、みんな背任だだの、外為法違反だとか、いろいろやって、犯罪者になっちゃうわけほど 今度また逆が勝つでしょそうすると今度は負けた方がまたそうやって犯罪者になっちゃうわけお互いに犯罪者にしてそうそうそうで政権交代こんだけやると弱くなった方みんなこう犯罪者犯罪者って摘発してたらもうみんな全科問になっちゃったっていうのはそれが韓国の財閥の経営者はみんな全過問だって意味です大しことななくってそうそう事実を言ってるわけなんで別にディスってるわけじゃないんですけどそういうのをやってて全過問ダメだとか言って排除して年金機構から送り込んでで待遇改善だとか最低賃金上げたりとかね まあ、その国の方でやってるし、はいで、待遇改善でどんどんボーナス出せとか言って、で組合もガンガン来るでしょ、はい、だから、もうただでさえ金ねえのに、そんなにこう払ったりとかして。だから、まあ、この G. D. P. がマイナス成長した以上にですね、はい、おそらく、まあ、あの韓国企業。はい、結構傷んでるのかなと。ダメージが、うん。でね、日本からね、工作機械を輸入して、はい、それで、まあ、加工して売ってるモデルなんですよ、簡単に言うと。はい、だから、韓国が、だから、黒字増えると、日本も、その、まあ。四、えー、分の一とか、三分の一とか、日本に来るのね、還元されるのね。なるほど。はい。 で今日本からの工作機器の輸出なんですけど半減してるぐらいじゃないかな4割減とかぐらいいってると思いますでは日本にも影響があるんですそうですね。韓国開店に売してる人はみんなひで目にあっちゃいますよね。でそんな中例の偽徴用工問題で差し押さえだとかってうわとかなったんですけど差し押さえの手続きは取ってるんですけど政府が一向に資産の売却をしないので今ずっとそこで止まってるんですけどその最初の一発を韓国が打ったらどんなことになるかってことがもうこれ。 明らかですよねこの数字、はい、こんな中でもしあったら日本は当然まあ制裁、はい、もちろんですよね。でこれ多分言ってもいいと思うんですけど、はい、まあ動画も出てるんで。 萩生田さん今話題の萩にあったんですあそうなんですかもう動画出てるんで見せてもらいますけど桜を見る会で萩が虎ノ門ビレッジを訪ねてきてくれてそこで有本さんとずっと立ち話してるのに参加して僕も聞いてたんですけどいやもう韓国はね独自制裁いろいろ考えてますからとまずあののりのりだ例のね WTO の件でちょうど WTO の後だったんですよ不当判決もねなので「ノリダのキムチなのもうこれもういく。 それと半導体関係もいろいろ考えているって具体的にいくつか言ってたんですけど<ら>、はい、それは多分虎ノ門ニュースえあの,の動画を見てもらえば桜を見る会の動画見てもらえばどっかでポロッと言ってると思うのでそういう個別の品目でも検討してますと、はい、もうやるもんなんやってみろみたいな体制にあるんだってことを。 ハギが言ってたんで、はい、韓国としては最初の一発撃つかどうかすごい今悩んでると思うんですよねそうですよね半導体が今こうですからね半導体こうですから、はい、もっと悪くなりますね,ねその半導体洗うための特殊な液とか全部日本から輸入してるんで、はい、えっとね、はい、あ,ああいうのもだからまあ輸入制限、あ輸出制限とかされたら、はい、もうあげないよって感じですね,ねあと関税多分かけたりとかするだろうし、はい、そういうのあるとまあ韓国経済ただでさえやばいのにもっとやばくなると でこのね何が来るかというとねこれ鈴木孝文さんの予言なんですけど鈴木さんの「デイリー新調」読んでくださいねもうね鈴木さんあそこに全部出し惜しみなく情報書いてるからって言ってましたご本人そうなんですねはいであのもう有料のそういうなんかファンクラブみたいなのやらないんですかと私もそういうね ASP の提供をやってますからね仕事ねどうですかって言ったらいやもうねもうそんなお金もいらないしもう調べたこと全部取材調べたことあそこに書いてるから読んでくださいって言ってあの皆さんもぜひ読んでくださいデイリー新調の鈴木孝文さんのねその韓国の最新ニュースね あの韓国どうなるかというとね、はい、多分ね、ね通貨危機的な展開になるだろうとなるほど通貨危機ですか、うんはい、基本的なね、えー、韓国の長期戦略 <laughs> 長期戦略ついのが、はい、ベネズエラ化、はいあね、前にも言いましたが、はい、ベネズエラ化なんです、はいそね、次に来るのは多分ね通貨問題に発展するのではないかと、はい、だから、まあ、あの1997年型の危機、はい、可能性あるねと。 で、その時に、まあ、アメリカと日本が韓国の救済そっぽを向けば。はい。まあ、その韓国経済も奈落ですよね。そうですよね。で、その時に、また反日やってくるのかどうか。ですよね。やってきたら、もう支援できないですよね。でも、あんま関わらなくていいと思うんですよ。ね、私もね、経済で読み解く日本史書いたんですけどね。もうね、あの半島と関わると、ろくなことがないので。昔からあったんですね。で、日本人で、こう、緩和に出たりとかすると、なんか仲間だと思っちゃって、こう、優しくするでしょでも彼らは、そんな優しくされたくないんですよ。ああ。 だってもう大陸のね、はい、新朝とか民朝とかね、そういうまああの、えー、チャイナ大陸のまあそういうまあ国家が韓国に対してどんだけひどいことやったかと。はい。 ほんとひどいんですよ。三、まあ、期急行倒の例とかでね、はい、あのチャンネルクラブでも言いましたけどあのわざとこう、ね、土下座する場所に石を置いといて<え>頭ぶつけて血だらけになりながらでそこにバーンと音聞こえるまで<え>頭叩きつけないといあれ全然音聞こえないとか言って,言ってそんなことをしたで,いで,す、ね、でそれやって、ね、もう血だらだらになってもう頭も下ろっとしてじゃあもう今年はこれで勘弁してやるかって言ってで美人を何百人も連れて帰ってっていうのをもう毎年やってたんですよね、はい、チャイナって。 でもそんだけやってるチャイナが怖くて怖くてこうやってすり寄ってるわけですからあんま優しくしちゃいけないみたいなんですよ人っていろんなタイプいるじゃないですか冷たくされるのが好きみたいな人もいるのでちょっと変わった方ですけどそう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 あうそ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 う 必要かなななとと思うで関わらい冷たくすするここれ大事そういうカスタムをして冷たくあえてする必要はないと思うんですけどいい人もいっぱいいますから個人的には国家と国家の関係ではそういうふうにやってるんじゃないだってほら台湾と日本って国交断絶してますけどものすすごい今親密ででしょそうよねだから断交とか言ってますけど断交したって台湾みたいなああいうこともありえるんだからそういうふうにやったらいいんじゃないか政府にはやっぱガツンって言わないと変なやつ出てきますからねしかも汚染されてますからチュチュしそうに出ました 出ました中性脂肪。はい、自首のなんとかって全部注意ですよ。自首っていうのは中性脂肪の隠れ身のですからね。そうなんですね。そうなんですよ。だ中性脂肪ボロクソ言ってもね何も言ってこないんですけど、自首のこと言うとね、なんでお前バラしやがってってすげえくるんですよ。自首の回ディスってみると面白いですよ。それで湧いてくるやつ大体あっち側なんです。怖いですね。はい、そうなんです。もう身を挺して今リトマス試験紙になってますからね。いや怖いです。はい、まあそんな感じでございます。青くなったらねダメですね。そうなんです。青くなったらダメなんです。ということで、もうこれどうでもいじゃ次の話題。 次は、こっちかなやっぱこれかなイランだなこれ今んか吉田さんが被害に遭われているということでそうなんですよ軽油が軽油が軽油はあれですよディーゼル車に入れてくださいねディーゼルに入れてください軽自動車とか軽トラック入れちゃだめですかディーゼル車が軽油ですからねで、その軽油が110円だったのがいきなり9円そうなんですか間。 一週間ですね。一週間、これ大変だ。え、府中だけ高いとかじゃないですか。そんなことはないと思います。そんなない。みんな高い。そうなんです。あ、しかも、これ会員の値引きを聞かせて百十九円です。だから百二十一円ですかね。まず、はい。えメール会員になると百十九円ですああ、でも、あの仕入れの、なんか、こうサイクルから言うと。そんなに、まだ、この、なんていう、今回のその金融で上がった分が反映していると思えないんですよ。でね、実は、あの、W. T. I. の、まあ、あの。 相場ね見てるともうこの金融の前から上がり始めたの1回50何ドルまで落ちたでしょそこからもう徐々に上がって今ね66ドルぐらいまで上がってきてるんですよなるほど金融するって分かったので徐々に上がっだから3割ぐらい上がってる感じ55ドルからだから2割ちょっとかなもうだから上がってるので今だから上がってる分っていうのは金融決める前の上げなんでここからもっといきますよいや大変だなあとはここ向こう3か月ぐらいでもっといっちゃう経由が。 廃屋の方はもっと大変ですね,ね。もう地方で車がないと生きていけない方、<laughs> はい、大変ですよね。大変です。人間のジュースより高いですからね。そうですよね。はい、でね、あのエネルギー価格の上昇っていうのは、これね消費税増税と同じぐらいインパクトなんですよ。あ、そうなんですか、うん。だっていろんな物流コストとかに乗ってくるでしょ。はい。だからそういう意味で言うと、これ上がっちゃうとですね、まあ何にもしてないのに、はい、こうあの需要もないのに、はい、もど物値段が上がっちゃうわけですよ。 みんな買いたい買いたいって言って買うのはいいんですけどそれで値上がれないんですけど需要対大してないのに仕入れが高くなるいわゆるコストプッシュ型インフレというやつですけどそれでちょっと物価が上がったような感じになってこの先消費税増税でお財布寂しくなるのでますます財布の紐を硬くしてみたいなそうですよねやばいこれ今すごいこと気づいちゃった。リリーーママシショョッッククや級だ来ましたあは 禁止ですかねの言う通りいいただね増税ね延期じゃだめなんですよ、はい、延期っていうとねもうほとんど効果ないって足立さんがね書いてましたけど,、ね、どもうやめるって言わなくてはいけないです、ね。辞、うん、めるっていうかまあなんかやっぱ条件つけてもいいんじゃないですか、はい、前にね高橋悠一先生に言ったらそれいまいちって怒られちゃったんですけど、はい、でも一応現実的なのはやっぱり物価目標を達成するまでは。 あの消費税増税封印ってことにして財務省ももう物価目標達成協力させるとそんなに増税したいなら物価目標達成協力しろよと達成したらすぐ上げさせてやるからって言ったら半年で上がりますよ大体私が日銀総裁やっても半年ぐらいできるようなことなんですから財務省の仲裁があったらもっと早くできるでしょうできんだろお前らみたいなでもな商売やったことないやつらだからな本当にできるかどうか分かんないですけどねエアですからはい。 だって金融庁の森長官見てくださいよ、もうかぼちゃの馬車素晴らしい駿河銀行な。駿河銀行はもう新しいビジネスホテルです。こう言ったらもうこのざまですからね。そうですよね。大変な。こうやってね。ね、もう優秀な大学を偏差値の高い大学出られて。立派なキャリアを積んで金融庁長官も。かぼちゃの馬車最高。おめえなんだよ。みたいな話ですよね。そうですよね。激痛なんですよ。本当に思ってらっしゃったんですかね。それ。多分ネタなかったから飛びついちゃったんでしょうね。いや、だから、そのね、あの、降りてこられ。な ぐらいの階段登っちゃいけないです人間は、はい、だからそういうもの作っちゃいけないの、はい、これがやっぱランク主義の弊害で福山育成はダメだって言たでしょう。門、はい、罰は徳の賊なりですよ本当にねろくでもないですよ、はい、あ親の敵は門罰は親の敵か徳の,の賊は違うわそれは共振は徳の賊ない<ー>論語の言葉だ違う モンバスは親の敵が、はい、まあそう言ってますけどモンバス政治ってやっぱねこ,う限界あこれまた詳しく解説しますけどねはい、はい、あの特番やろうと思ってるんでそういうことなので、はい、だからちょっとこの原油価格の上昇はまあかなり要注意ですねリーマンショック級かもしれませんね。そうですよねいろんなものがちょっとこう日本経済もね下方修正気味になってるでしょ。はい、でこれは、まあ、あのチャイナ ね、チャイナがもう大原則しているからね。はい、で、チャイナの大原則っていうのは、まあ多分ほっといても始まったんですけど、はい、米中貿易戦争が始まったことによって、まあそれが加速されたということなんで、全部端緒っていうと、はい、まあ米中貿易戦争のせいでチャイナがおかしくなって、はい、で、チャイナに頼っていた企業のまあ決算が悪いということですよね。はい、そうですね。うん、で、はい、あの長守さんがね、あの日本電産のね、もう意味塾もおっしゃった通り、はい、もう尋常じゃないことが起こってると。で、しかもこれは終わりじゃなくて始まりに過ぎないと。 ねおっしゃいましたよね、はい、決算の発表会の時に、はい、もうあの通りですよもうナオさん言う通りの展開になってますねすごい言葉ですよねそうそうそうであれ聞いてもいねあれ聞いて何とも思わないってのはどうなのと思うんですよ、はい、でチャイナね一応ね目先の数字ちょっと回復してきてるように見えるんですけど、はい、この回復が終わる時、はい、ね日本もあのバブルが崩壊した後一回すげえ上がってからドーンって行ったでしょ、はい、ねで2015年のチャイナの株式市場も一回倍増してからの ないやからでしょ。うで,ねはい、でしょ。だからこう上がった時ってのはちょっと危ない、はい、上がり始めてそ<う>あと落ちるしかない状態。だ良い子の皆さんもチャイナのこの上がり <laughs> 追っかけてもいいんですよ。はい <laughs> っかけもいいんですけど投資は自己責任うことかなということでこの投資は自己責任というところでつながるんです最後のこの話なんと145億円も損してしまいました大変うことな大変ですよこれ留年決定ということでビットコイン大学院仮想通貨大学院が孫正義さん留年決定ということなんですがただね孫さんはねやっぱね実家の仕送り半端ないんですよ そうなんですか。実家二兆円持ってます。実家っていうか本人が二兆円持ってますからね。 2兆円だったらもう145億ぐらいあれんですよねまあね、まあ、ただその2兆円キャッシュじゃないと思うんで、はい、あのビットコインだからほぼほぼキャッシュだと思うからこれ、はい、キャッシュこんだけやれるのは結構痛いと思うんですよねこれよくある話なんですけどあのベンチャー企業の経営者とかね、はい、上場して資産が何十億なりましたとか言うんですけどでキャッシュおいくらお持ちなんですかってっいや実は全然ないんですみたいな、えー、いやその評価額なんで,、はい、で売れないでしょだって孫さんが自分で持ってるソフトバンクの株売るとか言ったらえソフトバンクやばいのってなるでしょなりますね。はい 孫さんは、えー、だいたい二兆円ぐらいお持ちなんですよ。二百四十億ドルですかな、ね。はい、すごいですね。孫さんね、はい、そうです。あのね、だいたいね、えっ、ー、と孫さんで三十億ドル以上持ってる人って世界で数えるほどしかいなくて、でね、えっ、ー、とこれ具体的な人数なんですけど、アメリカ一番多いんですよね。はい。で二番目に多い国ってどこだか知ってます。はい、えー、っとですね。 日本ですかそうなのおすごい当たっちゃっね、た位日本なんですよ <laughs>、えー、でね都市でいうとね、はい、一番金持ち住んでるのはね香港なんですよねそうなんですか香港が一番住んでる2位はねまだ日本なんです、はい、えっとね3位が確かチャイナかドイツあたりだと思うんですけど,どまだ日本の方が多いですね、はい、日本だから意外に金持ちいるんですよでね,すいですね必ずしも東京に住んでないの なるほど、はいまいわけじゃないんですけどす、ねまあ、地方都市もそこそこいて、はい、で東京だけの人数を比べると、香港に負けてるんですよね、はい、具体的な人数はちょっとネットに出てるんで、ぜひ調べてもらいたいです、はい、確かね、1万5000人とか、そんなもんかな、そんなにですか本当にちょっとしかいないんですよ、あのだからまあ資産約30億以上ね、はい、でもさん2兆円なんで。 すすごいんでよ超ド級の金持ちなんですけどだから145億ぐらい大丈夫かなと思うんですけどねまあでも留年されても学費続きますからね私も私も前言いましたけど長いことね東京証券取引所大学というところで留年してましてもうほんあとちょっとで卒業と思ったらリーマンショックをこって抜き打ちテスト引っ張った。 意外なところで。今って、いう、で、で、まあ、学費続くかなと思ったんですけど、なんとかね、去年卒業できまして。すごい無事に。はい、そうなんです。今エクス、エクステンションスクールというところにね、通ってますけどね。ほんのちょっとだけね、ほんのちょっとだけやって、まあ、ね、やってますけどね。あ、と、ちょっと、あの、あの、興味のある単位だけ取ってるみたいなね。あ、なるほど。はい。このぐらいだけ。そうですね。やってんですけども、それがことごとくまた逆進になってるという。 すげえな、俺の逆進戦闘力9割外れる占い師目指す。九割外れる占い師。半々ってのは何の役に立たないんですよ。はい、やっぱ外れるなら、九割9分外れない。神ですよね、このね,、はい、ね。で、そう、あ神といえば。はい、ええー、ヤンシブニングラボね。はい、ええー、この連休明けに予定してまして。はい <laughs> 神について語りますよ。足立誠二さんですこの「チャンネルクララ」でもおなじみのこのマーケットニュースに関連するいろんなこと特にね神について今天上界で大変な波乱が起きていると神の神通力に異変がということなでこれも含めて相場展望経済展望を語るのでこれねやりますって発表したらねもう翌日ぐらいには半分ぐらい売れちゃったんですよ。 なんであのまだあの来たい人あのまだ大丈夫なんで、はい、今日見たらまだあのチケット十分にありましたんで、はい、あのでご関心ある方は早めに、はい、この後、ちょっといろんなネット番組とかラジオで僕は告知するのであら、ちょっとお早めにですね,そうですねお早めにちょっとお買い求めいただいた方がいいかなということで「はいはい、あもうすいません、えー、半分売れてしまいました」とかなんか QVC みたいになってきました、ね。<laughs> そうですね。ねお急ぎの方はお電話繋がりにくくなっているので、あのネットのウェブの方だともうすぐに、はい、お手続きできますのでよろしくお願いします。M サイズも入荷待ちになってしまうとなかなか納品がみたいなこう、はいはい、感じでね行きたいと思います、ね。そうですね。こう QVC 万イということで、はい、はい、ええー、また来週。<laughs>